静岡市は清水区の三保の松原で松枯れを防ぐため、今年は初めてドローンを使った薬剤の散布を行いました。今日は午前4時半から3時間ほどかけて、およそ 3.5 ヘクタールに薬剤をまきました。以前、三保の松原では松食い虫の被害が深刻で、2013年度には松枯れが起きていた木はおよそ800本ありました。そこで静岡市では2014年度から毎年無人ヘリコプターで薬剤の散布を行い、松枯れは2018年度には16本まで激減しました。静岡市はドローンのさらなる効果に期待しています。松の木に近づいて薬剤を散布することができます。これによって薬剤の飛散が少なく、また松の芽のところにですね、効果的に薬剤を散布することができると。またドローンは GPS で飛行するコースを管理することが可能で、散布する場所が重ならず薬剤を効率よく撒くことができます。ドローンによる薬剤の散布は明日と来月にも行われる予定です。